おい、ランド飛ばして、ランド飛ばして、ゴツメやめて、ゴツメやめて、ゴツメじゃなかったら相手のズ、あー、ゴツメはきつい。いや、これ相手のザシアンが意地だったら居住で死ぬわ。陽気でも A ぶっぱだったら死ぬ。あー、きつい。きついってこれ。きっちいわ。あ、まあそうだよな。向こうのザシアンの方が早いの。初手対面で分かってるもんな。いやー、これサンダーに引いても居住じゃれで死ぬんだよね。ここでサンダーだけはもう静電気麻痺前提だから、まあ、ここ殴るか。色だから勝てる。色だから相手の居住さん耐える。理由、こっちのザシャンが色違いなため。まずい。いや、確かにサンダーに引いてゴツメルカリオのインファで倒すべきだったか。やっちゃったかな。もろもろ込みで、まずい。身代わりとか久々見たわ。身代わりは何？あ、もうあれだ、決めた。はい、サンダーで巻き出せます。身代わり、身代わり居住じゃれあるのかな。身代わり居住、まひらせるか。あー、はいはいはい。でこれサンダー投げて、こう殴ってくるんで、ここサンダー投げて一発で静電気麻痺引きます。勝ち。あ、インファ、インファありがたいぞ。まあ、じゃれあるか。まひら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 。まひらない。じゃれ少ない、じゃれ少ない、じゃれ少ない。じゃれ少ない、じゃれ少ない、じゃれ少ない。じゃれ少ない。じゃれ少ない、じゃれ少ない、じゃれ少ない。パチ、パチ屋戦法。当たれ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 。30分、よし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 。そういうことです。はい。で、相手、はい、この身代わりスリーウェポン確定、はめ連打で OK。静電気で麻痺引くまで跳ね連打で OK。 身代わり3ウェポン見たんで跳ね連打勝ち。おお、引っ込めてきた。ラットいや、ラットは分からんな。いや、ラットは分からんな。いやー、これサンダー常だから、まあ、こうだよな、ルートとしては。ただ、ナットに鉄壁があった場合、サンダーでナット倒さないといけなくなるから。まあ、ナットがゴリラだと思ってたけど。このサンダー大犯罪者なんだけど。こいつ、ドサイドンも殺そうとしてたからね、暴風だけで。今日。おい、ちょ、お前マジ、ここしかないからな。まあ、何のために、宿りゲー、宿りゲーはいい、別に。宿りゲーは別にいい。宿りゲー良くて、問題なくて、ザシアンに引いてきたら、別にザシアン見てサンダーに引けばいいから、多分インファでいい。いや、ダメか、インファじゃ。多分ね、これ、てかそもそもインファじゃナット倒せないんだよね。ジャンプを読まないといけない。守る、まあ、守るは別にいいや、変わんないから結果。
何も変わんない。相手ができる行動はこれインファをナットで受けて一発さえる前提でルカリを処るか、まあ、普通に雑誌暗引きの二択なんだけど、食べ残し見えたんで。あー、なるほどね。急所急所。ちょ、もう急所で楽させてくれ。これ多分この HP のザシアンインファじゃ倒れないから。あ、死ぬんだ。あ、エースか。絶対た、いや、だから体感耐えるぐらいの HP あったから。いや、だったら勝ったっすよ。だったらだとすればこの勝負は勝った。いや、いや、ミスった。これ3段引きだった。ちょ、ミスった。守れ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 。よしよしよし。いや、違う違う、これ、いや、これ、違う、これ、そう、サンダー TOD が多分 100% 勝ちで、これ、インファナットに耐えられるっしょ。で、ナットに暴風打たないといけないんだけど、サンダーがナットに暴風発しまくって宿り切れネチネチされたら負けるから、これ引かないと危な。勝率7割に下げてたわ、100% から。宿り、いや、もう無理っすよ。で、宿り守る鉄壁ボディプレイはないっしょ、技構成的に。勝ちっすね。はい。あ、オッケーオッケーオッケー。危ない、マジで。足、救われない。足元救われなくてよかった。